センチメンタルシティロマンスから、細井君と柘植さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんはでございます。お願いします。こんばんはです。はい、こんばんは。9時ですから9時。細井君は、はい、同級なんで細井君付けです。でも4月2日ですもんね。はい、そうですね。一番早い、早いんです、ね、この年齢では一番年上な。そうですね。桜井は 1月30日なんで、うん、あ、1月20日なんで相当おお離れ7ヶ月8ヶ月ぐらい離れてますけどもね、はい、30年ですね、はい、30年で柘植さんは、はい、4級上の先輩でございます。4級上になっちゃうの？4級上。25年ですか？そう、25年です。4級上になっちゃうんだね。4級上だ。うちの兄貴と一緒だもん。よろしくお願いします。前に来ていただいた時は確か中野さんも一緒で大騒ぎでしたよね、はい、そうだったような気がする。中野さんよく喋りましたからね。そうそう、声でかいし、うん、名古屋弁で声でかいし何やっとんの何やっとんのそう、中野さん亡くなってもう2年なんですね。そうなんですよ。どうですか実感的には。その前にまあ3年ぐらい、いや、そう3年近くあったのでね、もうねこう言っちゃなんだけど、あのちょっとあの会いに行きたくなかったね。あ、逆にね、うん、もうそういう顔を、うん、はいはい、見たくなかった、ね、逆につらい。やっぱそう、やっぱり元気な時のというか、なんかどん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 なんか回復してる最中とかね、うん、そう、あ、そのうち帰ってくるなっていうんだったらね、はいはい、頑張れよとか言ってなんか言って、うん、こっちも気持ちいいけど、なんかね、なんかどう言ったらなんか、うんうんうん、行くのがね足が遠のいた感じがありますね。まあね、うん、同世代とかちょっと上の方々とかがここのとこ不法が続いて、ね、ね、多いですよね。だから柘植さん気をつけてくださいよ。ね、いやいや気をつけるもくそもこれしょうがない。お体はそう転ばないようにとか、ね、転ばない。あ、ただね最近まあこんまたあれだけど、じじいになるとねこういうことを考えるね。こうピンコロっていうでしょ。はいはい。あ、ピンコロになれる人は、ええ、徳の高い人は最近思うようになった。ああ。それまでピンピンしてて、うん、そう亡くなった時コロっていっちゃうやつです、ね、そう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 、はい、だからまあみんなに迷惑かけずにあと行ってしまうっていうのは、はいはい、やっぱり徳が高くないといけないんじゃないか、そういうふうに。なるほど、そういうこと考えですか。そう、ね、そう考える、そんなことを考えるようになる、ね、だから徳はやっぱりちょっと徳を積まなきゃいかんなと。ピンコロになるためには50年経つとそういうことも考えられるけどね。ええ、不思議なもんね。センチも実は50周年、はい、この間 ね、 ね、はい、あの渋谷コントロでもライブやりました。50周年ライブ、はい、大阪から大阪名古屋、はい、上越、白山市、はい、でクワトロ渋谷に戻って。なぜ上越なんですか？あの上越はね、昔から船長応援してくれた人がいて、あ、そうです。あのそれこそ中野徳男君とすごく、はい、あの親しかった人なんですけど、その方もね、今いないんですよね、はいはい、あ、そうですか、はい、その人はピンコロだったんですよ。あ、ピンコロだった、徳が高かったんですよ、やっぱり中野徳が高かったのかな。そうか、それもあり、あの上越でやりました。はい、はい、まあ50周年ということで人事じゃない。僕らも1973年、ね、ありがとうございます。73年結成で、この間、はい、あのさっきね細井君にも言ったんですけど、はい、結成した日まで判明したんですよ。結成した日っていうかね。そんなこと分かるの？分かったの。僕は高校の時に桜井と知り合って、はい、奴らがやってるバンドに入って、うん、サイモンとガーファンクルのコピーとかやってたんですね。で大学1年になって高見沢と再会して、うん、あいつちょうどメンバーが僕ら、3人になったのかな。それでなんかアマチュアだからまだ出入りがあるじゃないですか、うん、メンバーの、うん、はい、それで高見沢と話して、お前ゼッペリンとかパープル好きで、うん、高い声で歌ってたみたいだね、うん、高校の時、うん、どういうの聞いてたのって言ったら、ビートルズから入ったって言うんですよ、うん、やっぱり、あ、やっぱりビートルズなんだみたいな、うん、でその後高見沢君もお兄さんいるの？高見沢は8つ上の兄貴。ああ、やっぱお兄さんいるとやっぱビートルズがね。そう、3人とも次男坊なんですよ、うちら。あ、でそれでビートルズから入って、 GS グループサンズ好きで、うん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 、でビージーズとか、あのウッドストック見てクロスビーストルスナッシュ好きになる。あ、似てますね。それからガロ行ってみたいな、はい、あ、一緒じゃんって言った話から、本当だ、明日ライブがあるんだけどちょっと弾いてくんねえかみたいなコーラスも適当でいいよみたいな、うん、それが5月の19日だったんですよ、73年の、それがね、それが最初のステージ、よく分かりましたね。
でもそれがもういわゆる高見沢が入った日が今のアルフィーの大元だなっていうことで、73年の5月19日ってことで、戦地はどうなんですか？つげさんだから後でしょ。いや後っていうことじゃないんです。後から入ってボスになったんですよね。僕は戦地というバンドになる前に、コーチをやってくれと言って頼まれて、そうですよね。そうで、コーチ、そうコーチなんです僕。でコーチアドバイザー。そうそう、いや僕入る気もなかったし向こうも入れる気なかったです。そうなの。その要するにどういう人、中野徳男の兄貴の友達という人が、はい、まあそういうことでそのいい人材がいるから俺たちが面倒見てやろうということになって、はい、でその説に僕のライブを聞きに行った時に、はい、いやあの人に頼もうということになってで、まあ、見に来てくださいということで見に行ったというのが一番初め、その時はセンチメンタルスマスって名前じゃなかった。なかったですね。でも、なんて名前あったの？あれ名前あったの？最初シアンクレルっていう名前でもついてたんですけど、その前は中野とこは赤ずきんスプリングフィールドとか言ってやってましたね。あ、バッファロースプリングフィールドですか。そんな時代でした。その時は細井くんはいなかったんですか？その赤ずきんスプリングフィールドの時はいなかったんですけど、シアンクレルとかやるときにやんないみたいな話で、はいはい、名古屋で知多半島で赤い鳥のコンサートが、はい、公会堂、公会堂というか公民館みたいなところで、赤い鳥、はい、で僕も見に行ったんですけど、はい、そこに中野徳男もいて、で噂には聞いてたんですけど、しっかり会ったのはそこで初めて会って、なんか やるまいみたいな話しました。やるまい。でシアンクレールっていうのは、人前でライブっていうのは何回ぐらいやったの？ちゃんとはね、メンバー同士で話してますよね。そうですよ。ちゃんとはね、ほとんどやってないと思う。やってないのか。練習するぐらいで、あとヤマハの名古屋のヤマハに7階にホールがあるんですけど、はい、そこでちょいとしたコンテストみたいに出たようなぐらいな感じですかね。その時はでも細江君と中野さんと、あと他にもいたんですか？ギタリストで、臼井さんという方がいたりとか、はい、メンバーはいろいろ出入りがあったんですね。だってね、一番初め僕がそのバンドを見に行った時に、細井君はキーボード弾いてなかったの。ギターベース弾いてた。ベースだったの、そうですね。キーボードの人はまた別にいました。あ、そうなんだ。それで、それが初めね。初めで、その時に多分ね、内山もめという曲を聞かされて、これってこんな風にしたら面白いんじゃないとかって僕が言った覚えがあるんです。あ、それがじゃあ、初めのね、内山もめという曲はどういう曲だったか全然覚えてないんだけど、だまあ今は感じやってるんだけどね。ちょっと照れくさいけど、ちょっと物おかしい。まあそうなんだけど、すごいですね。もっとねフォークっぽかったはずです。ああ最初は。あれはツインリードにしようってのじゃ、つえさん。いや、初めの頃は全部僕のアイディアです。そういう初めはね。それで、これをとにかくロギンスメシナみたいにし、はいはい、しようかみたいな。ロギンさんのメシナみたいな。そうで、ちょっとやりだしたら。どこがかっこいいそれとかそういう話になって、やっぱフォーク寄りだったんですか？どっちかの。そうですね、どちらかと地味な感じで、というか多分ね、僕はもうフォークってあんま寄ることもなかったから、初めから、はい、ロックしかなかったから僕の場合、はいはい、だから僕が行かなかったら多分フォークグループでしょきっと。もっとね、なんかねハモリはするでしょうけど、特攻の曲でこの手袋に笑われ、そうで君に話すの忘れみたいな、こんなね、少しその哀愁のある、はいはいはい、そういう曲が多かったですね最初ね。あと例えばね、なんだ、うんと僕はって曲ある、はいはいはい、今が、落っこちる日差し、薄のろ雨んぼう、日だまり見っけると、こういう曲があるんですね。ある、ね、ファーストアルバム、これ初めこういう曲だった。薄曇りの空、落っこちる日差しっていう曲だったんです初め。それを僕がもうこんな風に、もうちょっとこういう風にしようよって、もっともうファンっぽく言って、はいはい、でそこからこうなったという。だから全部もう変わってた、もともとのオリジナルからも完全に変わって
って、うん、で変わった頃に、うん、センチメンタルスティロマンスという名前を、はい、そのさっきの僕を引き入れ、うん、引き入れたその人が名前をつけちゃった、まあ、かっこいい竹内くんですよね、はい、センチメンタルスティロマンスかっこいいですよね、かっこいいですよね、めっちゃかっこいい、そうですね、最初デビューするときに ね、あのソニーであの細野晴臣さんが、うん、まあ、プロデュース的立場で、うんうん、チーフオーディエンスっていう立場で絡んでくれたんですけど、はい、最初お会いしたときに名前がいいバンドはサウンドもいいに違いないみたいな話をしてくれて、そんなことがありましたね。レコードのジャケ写と一緒ですよね。そうね、ジャケ写が良けりゃ絶対いいぞみたいな、ジャケ写買いして名前買いですよ。だからセンチは、僕は名前買いでしたもん最初。あ、そう、そうでした、75年でしたっけね。そう、75年です。レコードデビューはアルフィーのがちょっと早いんですよ、僕ら74年なので、うん、あ、そうなんだ、一応だから後輩ですね、はい、君たちは後輩になるわけ、先輩どうよろしくお願いします、呼んでいただいてありがとうございます、いやいや、本当でもね、うん、その日本最古のバンドみたいなことをね、うん、あのセンチも、うん、ある日もよく言われますけど、うん、僕らバンドって感じじゃないからな、3人だからやっぱりそういう意味では、うん、バンドとしてはやっぱセンチが、うん、今やもう一番古いバンドですよね。そうですね、まあ、ロックバンドとしては、まあ、残ってないもん、もう誰も、うん、ね、名前を変えてないという意味ではね。あ、そうですね、ハチミツパイから数えると、うん、ムーンライダースも、はいはい、名前変わったけど、はい、そうですね、あとはチューリップとかね、あ、チューリップはまあ何回も解散して、そうそう、中抜けちゃって再結成してる、そうなんですよそれが多いからセンチは一回も中抜けはないんですよ。いや、それはないです、ないですよね、うん、ただその理由はね、はっきりしてるんですけど、ね、解散しようにもね、ね、解散コンサートやったら人が集まらないから寂しいじゃないですかだけどね、そのセンチのあり方っていうのはやっぱり僕らと全然違って、バンドのあり方が、はい、それぞれソロで皆さんいろんな仕事をするじゃないですか。あ、ね、演奏も含めて、ね、演奏含めてね、うん、はい、だからバンドとしてずっと僕らはまあべったりツアーを毎年やってきましたけど、うん、はい、センチは意外とそれぞれいろんなアーティストのサポートしたりとか、うん、ソロやったりとかしながら、うん、センチメタルしてるマスも残ってるって感じですもんね。そうですね、バンドとして誰かのバックやることもありましたし、うん、バンドとしても、はい、そうですね、で結果的にそれぞれの人がいろんな、うん、まあなんていうかな、お仕事というか、ね、細井君はボーカルさんとかまでやってるんですか、はい、あの今度また岡崎で、あ、岡崎のやつ、岡崎でやる、岡崎ね、岡崎、僕ね、ボーカルと一番初め会ったのは岡崎、うん、あ、一番初め違うかあの、ね、名古屋方面の話になってますよいや岡崎で、いや岡崎でガロが来たんですよ、はい、その時僕ね見に行ったんです、それは、あ、その前になぜかどっかでボーカルと会ってるんですけどね、はい、その時3人だけでやったライブでした、3人だけです、かっこよかったです、ね、で、あ、まあボーカル以外2人はもうギター弾きまくってましたけどね、はいはい、もう楽屋でも、はい、マーチンだーっつって、うわ45持ってるみたいなね、あの頃45憧れだったですよね、みんな持ってましたから、ガロは、うん、3人ともボーカルさんも持ってたから、うん、僕も高校生の頃かな、うん、あのガロが、うん、愛知県体育館に来るっていうのを見に行って行きました、なんかフォーク大集合みたいなコンサートで、ずいぶん遠くに3人がいらっしゃって、こう遠くでこう見てたんですよね、でそのガロのね、大野さんと今度また一緒にやれるっていうのは嬉しいですね、いやそれはやっぱりね、やり続けてるといろんな方々とやれることになるんで、タンポポが出た頃でしょ、そうですね、まだね、はい、そうなんだ、やっぱアイデア、あの頃だってね、ほとんどあれやってなかったよ、あの何、あのオリジナル、ああ、カバーばっかでした、もう CSN は、CSN だよね、 CSN か、そのまま CSN ばっかしやってたですよね、もうライブでグヌビアとかやってましたもんね、そうやってたあれが良かったんですよ、また、うん、そうなんですよ、ね、よくここまでやるかっていう感じではあった、そうそうそう、やっぱり柘植さんから見てもそんな感じでした、うん、いやこれよくやってるっていうね、うん、ほんとそんな感じだから、学生会の喫茶店はちょっと違ったもんね、だからえっって思ったもん、やっぱりみんなボーカルさん聞いてるよ多分一応思った、怒るんですよしょうがないよね、だからその前のねライブ見た人はそういうふうに思うよやっぱり、あ、まあいろんなね、ガロもいろんな曲がありますけどね、そう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 、うん、あ、やっぱりちょっとね、あの CSN とかを聴いてた人はね、うんうん、違和感あったけど、でも名曲は名曲だからな、そうですよね、さて、ね、うんうん、さあ、それじゃあセンチのねお話、まだ、50年分ありますからまず曲をじゃあ1曲聴かせていただいて、ね、あ、ね、そうだ、そう、今日一番大事なのはね、はい、センチ50周年の、うんうん、
あのベスト版がオールタイムベスト版が出ております。はい、はい、センチメンタルシティロマンスベリーベストオブセンチメンタルシティロマンス6月に出てる、ね、はい、6月23日に出ました。はい、その中からじゃあ今日は何曲か、お聞かせいただきたいと思います。まずは、はい、まずはさっきちょっとお話にも出た、はい、内輪もめをあの、ね、完成版を聞いて、これってデビューシングル、デビューシングルシングルになってる、はいはい、じゃあ内輪もめ聞かせてください、はい、よろしく。